ユグップス0722から05とは太陽系から9.6光年の距離にあると考えられている褐色外星である。2010年にユキッドス銀河面サーベイによって発見され、フィリップルーカスらによって報告された。ユグップス0722から05は年収しさの測定を踏まえて太陽系から9.6光年ほど離れた位置にあると推定されている。この見積もりが正しければ、 ユグップス0722から05はインディアンザ、イプシロン星 BA、BB ペアを追い抜いて太陽系に最も近い基地の褐色矮星となり同時に太陽から7番目に近い天体となる。ただしこの距離は大きな誤差を含んだ予備的な観測値でより精度の高い観測で修正される可能性がある。ユグップス0722から05は 恒星と惑星の中間にあたる質量を持った褐色矮星である。褐色矮星は恒星と同じような過程で形成されながら質量が小さいため核融合反応が持続しなかった天体で恒星になり損ねた星とも呼ばれる。2010年の発見時点でヨグップス0722から05は褐色矮星として最も冷たく暗い天体と考えられている。 表面温度は 400K から 500K の間と推測され、高度は太陽の380万分の1である。放射エネルギーの大半は太陽のような可視光ではなく、赤外線として放たれている。また理論的な予測によると、ユグップス0722から05は、木星に近い半径と木星の子から30倍の質量を持つと見られている。ユグップス0722から05より、 やや高温で明るい褐色矮星は以前から発見されていた。これらの天体はスペクトルの特徴からメタン褐色矮星と呼ばれており、スペクトル分類では T という型が割り振られている。ユグップス0722から05はそれまでに知られていた T 型褐色矮星の中で最も暗かった一連の T9 型の褐色矮星に似ているが、スペクトルの細部が異なり、 推定された高度も3分の1程度に止まっている。そのため、発見者らは、ユグップス0722から 05T10 型の褐色矮星に分類するか、あるいは全く新しいスペクトル型を与えることを提案している。ユグップス0722から05に、観測可能な番星は見つかっておらず、孤立した褐色矮星と考えられている。この天体が、 構成系で形成された後に形外に放出されたのか、あるいは構成と同じように直接星間ガスから形成されたのかは分かっていない。ありがとうございます。